皆さんこんにちは。ABEX アーティストアカデミー大阪校ボーカルインストラクターの野口です。で今回この動画で紹介するのは R5-1 リズムスイッチングのキッズバージョンになってます。はい。で、R3-1 のメソッドで8ビートでリズムスイッチングしたと思うんですけども、今回は16ビートで、リズムのスイッチングをやっていきます。で、簡単におさらいしますと、8ビートは1 and 2 and 3 and 4 and 2 and 3 and 4 and のリズムでしたね。じゃあまずこれの8ビートの裏拍をクラップしてみましょう。いきます。せーの、1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and ですね。皆さん大丈夫でしょうか。はい。じゃあ、今回やる16ビートについてなんですけども、8ビートはこれですね。これ8分音符が主になったビートを8ビートと言います。でそれのさらに半分にした、ビート16分音符が、主になったビートを16ビートという感じでやっていきます。はい。なので、8ビートよりも細かいリズムっていうのを頭に置いてやってみましょう。でですね、8ビート、さっき裏を叩いたと思うんですけど、1 and 2 and の部分ですね。8ビート裏があるということは16ビートにももちろん裏っていうのはあります。でそれはどこかと言いますと、8ビートは1 and 2 and and で裏を表現していると思うんですけど、16ビートに関しては結構つくつくっていうことが多いです。16ビートはつく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 だったり、つくたかつくたかとか、いろいろチキ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 って言ったりする方法があるんですけど、今回はつくつくでいきます。でつくつくのくの部分が裏拍になってます。なのでそうですね、つく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 っていう感じで、16の裏拍クラップっていう時はくの部分をクラップするイメージですね。じゃあまずリズムなしで、つく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 言いながらくの部分をクラップしていきましょう。いきます。せーの、つく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 ですね。大丈夫ですか？できましたか？はい。でそしたら次リズムに合わせてやっていきたいと思います。つく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 っていう感じになります。このつくつくのこの部分でもう一回クラップしていきましょう。せーの、つく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 っていう感じですね。皆さん大丈夫ですか？はい。じゃあそしたら次ステップに進みたいと思います。で次は8ビートのステップを踏みます。 1 and 2 and 3 and 4 and を足で刻みながら手は16分の裏を叩いていきます。なので1 and 2 つく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 っていう感じですね。大丈夫ですかね。じゃあちょっとリズムに合わせてやってみましょう。つく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 。足はこうですね。1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 つく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 っていう感じです。で、このところでクラップ。つく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 ですね。で、このステップが余裕だなって。人はジャンプしたりもしてみてください。つく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 って感じでもいいですし、もちろんアップダウンでも大丈夫です。つく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 でも大丈夫なので、いろんな体の動かし方でやってみてください。はい。じゃあ次ですね、8ビートのつく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 言いながら8ビートの裏をクラップしてみます。ね、8ビート1 and 2 and 3 and 4 and の n の部分がつくつくではどこかなということをやっていきます。で1 and 2 and 3 and 4 and の n の部分はつくつくで言うと、つく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 
2個目のつのところですね。つく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 、ここが、ビートの裏拍になります。なのでつくつくを言いながら8ビートの裏を叩くということは、つく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 っていう感じになります。はい、皆さんこれちょっと最後リズムに合わせて裏半分叩いてみましょう。いきます。せーの、つく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 ですね。 OK です。で、これが最後のラストなんですけども、8ビートの裏を叩いた後、16の裏を叩くっていうのをちょっとやってみようかなと思います。なので、余裕があればですね、できる人はちょっと自分なりにリズムとか鳴らしながらやってみてもいいかと思うんですけども、今回はちょっとリズムなしでゆっくりやっていきたいと思います。じゃあまずつくつく言いながら8ビートの裏を叩きます。つく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